列車合体シリーズ特急列車 EX 電王列車ご紹介します。はい、ついにデンライナーの特急列車が発売されました。発売日5月17日、以前発売された恐竜ゴーワスよりもちょっとお高めの1620円です。箱もちょっと大きくなってますよね。はい、こちら仮面ライダー大戦に登場した特急王恐竜人フィーチャリングデンライナー、劇中で活躍したこのロボを再現できてしまうという列車になります。ちょっと発売遅いですよね。なぜ恐竜ジャー列車と同時発売ではなかったのか不思議ではありますね。パッケージはこちらとなっております。裏面はこちら。足が違うだけなんですけど、だいぶ印象変わりますね。ということで早速開けていきたいと思います。おお、あ、横が角張ってますね。単なる色違い程度かなと思ってたんですけど、デンライナーっぽいです。雰囲気がすごい出てますね。はい、中には説明書と2つの電王列車が入っていました。見た目は左右のジョイントが正反対、左右対称になっているだけで、あとはそうですね、一応説明書ではこちらが先頭車両、こちらが後方車両となっていますが、後方車両はこのバンダイ 2014B2014 という刻印ですね。これがあるのが後方車両。まあどっちがどっちでもいいですよね。連結器は引き出すようなギミックはなくって、もうこのままで穴と突起が存在しますので、このままどちらを先頭にしても連結することができます。やっぱ電王と並べると合いますね。これまで発売された列車の中で黒と白モノトーンが含まれているで列車は存在しなかったと思いますので、なかなかすっきりして綺麗ですね。真ん中の赤のラインもとても綺麗に見えます。元になっているグリーン列車、ブルー列車と比べるとこのようになります。先頭より後ろはほぼ同じ形ですね。この辺の細かいディティールはグリーン列車、ブルー列車と共通になっています。反対側も同じですね。もちろんデンライナーだけではなくって、このように他の列車を連結することもできます。あと裏面を見るとわかるんですけれども、どちらの車両も同じように溝がありますので、特急チェンジャーにどちらの列車をセットしても音声ギミックが聞けちゃうということですね。これはちょっと得した気分ですね。それでは電王列車の音声確認です。電王列車、そして変身。あー、残念ながら最後の部分は例の共通音声ですね。続いて列車召喚。そして乗り換え。といった音声でした。まあ、仮面ライダーという音声が入っているのはいいんですけども、やっぱ期待しちゃうのはこれとこれ。この辺の音声が入ってたら、おー、よくやったってなるんですけどね。それでは特急王恐竜人フューチャリングデンライナー、早速列車合体してみましょう。用意するのは先日発売されたこちらの恐竜ジャー列車と特急王と今回の電王列車。では列車合体完成。特急王恐竜人フューチャリングデンライナー。あ、ここで間違っちゃった。
まずは特急恐竜人を作ります。恐竜列車を真ん中で分離して頭を出して、恐竜人の頭を装着、ガブティラを真ん中にくっつけます。この状態で特急恐竜人ですね、以前もご紹介しました。そして電王列車をグリーン列車とブルー列車と同じようにこう引っ張りながら足に変形、あとはジョイント部分が両サイドに来るようにグリーン列車とブルー列車を電王列車に差し替えれば、おお、はい、特急恐竜人フィーチャリング電ライナー完成です。足が変わっただけなんですけど、ガラッと印象変わりましたね。なかなかかっこいいじゃないですか。ちょっとここから色が変わっていくっていうのはなかなか面白いですね。なんか靴下みたい、なんか特急王が靴下と靴を履いたような、そんな雰囲気になりましたね。これはこれでなかなか面白い感じがします。さらに踏切券ではなくて、やっぱ恐竜人といえばこれ持たせないと。おお、足を電王にしちゃうとこれ持たせると支えきれないんですね。ほら、こっちの場合は大丈夫なんですね。別にそこまで大きな違いはないんですけど、不思議です。あと嬉しいのがこの両サイドのジョイント部分、これが省かれちゃうと超特急王とか以降の合体ができなくなってしまうので、ここは省かなくて正解ですね。ちなみに足裏のジョイントもしっかりと引き継がれてますので、今後の合体にも対応できそうですね。ということで超特急王恐竜人フィーチャリングデンライナー、この恐竜人もなかなかのボリュームでいいですね。まあ、これぐらいボディが大きくなると武器もちょうどいいサイズになりますし、ステゴシールドなんかにしたりすると、あ、なかなかいいですね。はい、ということで今回は電王列車をご紹介しました。こういうスーパー戦隊だけのコラボではなく、仮面ライダーとのコラボ、特に電王とのコラボは番組が始まる前から絶対やるでしょうって誰しもが思っていたことで、正直ゴーバスターズ列車や恐竜人列車のように変形ギミック、まあ足にはなるんですけれども、こういった頭が出てきたりとかっていう複雑な変形が楽しめるわけではないんですけれども、スーパー戦隊ファンだけではなくって仮面ライダーファンの、特に電王ファンの方にとってはデンライナーが再び商品化されるということで、なかなかいいコラボ商品じゃないかなと思いました。気になる人はぜひチェックしてみてください。以上、列車合体シリーズ特急列車 EX 電王列車のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。